母に捧げるし、あなたを思うとき、そこには忍耐の文字が浮かんでくる。眉の間の眉間のしわ、一文字に結んだ口元、六人の子供を産み、何度もの戦争をくぐり抜けて、背に子供を背負い、両手に子供の手を握りしめ、食べさせるために足はミシンを踏み続けてきた。その中の一人が生まれつき股関節脱臼を患ってきた私である。いつも母の背におぶされてギビスをはめて、幼い日を思い出す。母はすまないという気持ちがあったに違いないだろうと思うが、今となっては私がすまないという気持ちでいっぱいだ。そんな母との思い出をたどるとき、お互い話し合ったということがなかったように思う。そんな無口な母でした。死ぬ間際に子供の一人一人に、私はしてやれただろうかと言っていたことが今さらながら思い出される。23回忌の法事に子供たち、孫、そしてその子供が集まったそうだ。私はその場には参加できなかったが、母の喜ぶ顔が目に浮かぶようである。そんな母のおかげで今の私がここにいることを心より感謝して母に捧げます。ありがとう。